江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュース行ってみたいと思います。今回はこちらから、まあちょっと胸くそ悪いニュースですけどね、不快指数高いですよねこれね。日本防衛白書、今年も竹島は我が国固有の領土反撃能力確保もということでね、なんかあの渓谷氏さんがねグダグダなんか言ってるわけですよ。はい、まああんまり詳しく言うとね、だんだんイラってくるんで血圧上がってきちゃうんで、頭だけさらっと言いますけど、日本は今年出した防衛白書でも徳島、独島、日本名竹島、領有権が日本にあるというゴリ押し主張を繰り返したと言ってねなんだおいあのさ、あのこれでもね、渓谷の 3本の指に入る新聞ですよ。ゴリ押し主張ときましたよはい、まあね、こうね、なんか出したらしいですよ、こうやってね、今日出したらしい。でこれでね、またあいつらがねファビョって、で渓谷の外交部に呼んだんですよ、日本の大使館の公使代理を。でまあ以前はね、大昔はね、もう3年前4年前は大使が言ってましたけど、もう今は公使じゃないですか。で今回ね、公使もねいなかったんですよ公使もいなかったんで、公使代理がね行きました。外交渓谷の外交部に話を聞きに行きましたよ。うん、で前回かな、前回なんかで抗議あった時に言い返したって、日本がね、日本の公使が言い返したという記事があったんで、今回も期待してちょっと警告誌見てみたんですけど、まだ特にそういうなんか、今回はねだんまりだったみたい。もう全然一切、記者団には一切答えなかったって言いましたね。もしかしたらこの後にまあこぼれ出てくる話として、反論したっていうのがあるかもしれませんけれども、まあね、どんどん反論していただきたいと思うんですけど、まあちょっと様子見ましょう。明日明後日あたりにもしかしたら反論してたら、そういうニュースあるかもしれません。じゃあ次行きたいと思います。こちら、ああね、これ日本のね、テレビで、変わったスイカができましたよっていうね、まあスイカの時期じゃないですか今ね。もうスイカ食べた方いらっしゃると思うんですけども、でまあちょっと変わった形のスイカができましたよというニュースをやったんですよね。そしたらこれ山形のスイカ、山形のスイカ有名ですよね。でそしたらさ、こういう風なタイトルを渓谷さんつけるね。福島近くの都市でできた奇形スイカだ、あいつらはね。原発事故が発生した日本の福島県近くの都市でお尻の形をしたスイカが栽培され、話題と同時に議論になっている。議論になんかなってないよ山形県は日本本州東北部中央に位置し、福島につながる都市だと。まあ太平洋側と日本海側で全然違うけどねこの都市は 3.11 東日本大震災当時、福島県仙台市などと被害を受けた場所の一つだって。被害はね、別にそこだけに限らずいろんなところ受けてますからでもちゃんとね、この報道は伝えてるわけですよ。最後の方行くとね、このなんだ、発芽の異常かな、なんだろうね、花の芽の異常って書いてありますけど、要はまあこういうこと言うないわけじゃないよと。まあただこういう形に偶然できちゃったのは、あ、今回初めてだっていうふうに言ってましたけど、まあこんなのね、なりものだったらある話じゃないですか。だからね、これに対してこう福島と関連付けて報道してるわけですよ。そうなれば渓谷さんも盛り上がってしまうということでございます。ちょっとね、渓谷の反応を少しだけご紹介しましょう。トップコメントね、トップコメント857のコメント、いいねがついたコメントが放射能水化ね。2番目が4さん、辰山に寄贈していただければ幸いです。大統領室ですね、
ユンソクヨルに寄贈してくれれば幸いです。3番目が全く日本らしいということ。全くもうって感じですね。はい、じゃあね、こっから結構国内の話題お伝えしていきたいと思います。それでは BGM チェンジ。はい、次はですね、こちらさらっといきますけども、台湾から渓谷に向けてですね、1600通かな、結局2000通ぐらいになったんですけど、正体不明の郵便物がジャカジャカ届いたという話なんですけど、これ結局ね、人体には危険な物質ではなかったと、ね、舌打ちしたでしょ今。舌打ちしたよね今ね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。渓谷のですね、野党共に民主党の支持率が 20% 台になりました。 29% なんですけど、現政府発足後の最低水準ということでね、イ・ジェミョン率いる共に民主党がですね、今爆暴中だという話でございます。ちょっと見ていきましょう。こちら、共に民主党の支持率がユン・ソクヨル政府発足後最も低い水準だという調査結果が出た。ユン・ソクヨル大統領の支持率は前週よりわずか上がった 35% であったということで、ユン・ソクヨルの支持率が 35% で、まあ共に民主党の政党支持率が 29% ということで、まあ、そんな変わんねえじゃねえかみたいな感じなんですけども、で、去る3月の第3週以来初めて 20% 台の支持率にとどまったものと集計されたということでね。で、この共に民主党の支持率が下がった理由っていうのは書いてないです。はい、ちょっとわかります。で、ユン・ソクヨルに関する話はここ出てるんですけども、ちょっと見ていきましょうか。これがですね、肯定評価者らはその理由に外交を挙げていると 31%、 決断力、推進力、突進力かなが 7%、 労組対応が 6% で、否定評価の人たちの項目としては外交、経済、民生、物価、独断的一方的が 8% という感じの雰囲気だそうです。はい、それではね、次行きましょう。こちら、あ、次ね、ちょっと爬虫類苦手な方は気をつけてください。渓谷はね、アマゾン化しているという話題。ワニ騒動っていうことね。で、トカゲの絵になりますんで大丈夫ですか。行きますよ、トカゲの絵、3、2、1。おう、トカゲだ、大きいね。うん、これがね、引っかかったらしい、見つかったらしいです。え、どうしたのと。で、これが長さ約70センチのサバンナオオトカゲということで把握されましたよと。サバンナオオトカゲはサハラ砂漠以南のアフリカで生息する種で、最大長さ 1.3メートル、重さ70キロまで育つ。70キロ、あー、だから、まあ、約倍ぐらいまで伸びる、育つということですね。もっと大きくなってから見つかればよかったですね。はい、ということでね。で、この後ですね、以前ですね、渓谷の川かなんかでワニがいるというふうに外国人労働者たちが、フィリピンの外国人労働者たちが、あー、そこにワニがいるっつって、まあそういった話題になったんですけど、ワニが住んでいたという痕跡は見つからなかったそうです。で、これ動画でもお伝えしたんですけど、ヒョウの足跡が見つかったという話ありましたよね。それがですね、なんと環境当局の調査の結果、野犬の足跡として最終確認されたと。下打ちした？下打ちした？はい、ということでね。で、今月の24日にはですね、搬入された輸出入コンテナからタイ産のヘビと推定されるヘビ1匹があるという届けが出たと。ヘビね。で、捕獲されたヘビは 1.5メートル、長さが400グラム、で 1.5メートル、細長いのかな。はい、これがね、見つかったそうです。で、これが
大きくなると10メーターまで育つということですよ。ねえ、育ってから見つかればよかったね。10メーターのヘビですよ。すごいですね。じゃあね、次行きたいと思います。次はこちら、まあちょっとあのマニアックというかですね、お野菜の話題。渓谷でですね、あのお野菜がかなり爆発的にあの暴騰してるんですよ。で、まあほぼほぼ2倍とか、ほうれん草も2倍、あとはレタス類も2倍。今レタス日本安いんですよね。渓谷さん今レタスバカ高らしいんですよ。で、今回はこれ白菜の話題です。キャベツって書いてありますけど、飛び跳ねる白菜の値段、産地はマニュアルに従わず放出した余波だということでね。マニュアルに従わないどういうことだということでね、これは人為的なんですか。で、このグラフを見てください。もう数字だけ見ていただければ結構でございます。これは下の軸がね、日にちなんですよ。7月の1日から18日までなんですけど、ここ見てください。14日には白菜が、これ一株かな、7078ウォン、まあだいたい、まあざっくり770円ぐらいですよね。で、これが次の日になったら一気に1500円ぐらいになっちゃうんですよ。約倍になっちゃう、1日で。で、そっから次の日になると一気に下がって4326ね、4700円ぐらいかよ。いや、いや違う、400、500円弱ですよ。ここまでね、こう乱高下してるんですね。こんだけこうボラリティが高いということでね、これは一体何なんだと。まあちょっと雨の影響かなっていうのはね、なんとなく、あ、もしかしたら雨で一時的にね、あの入荷がなかったからこんだけ跳ね上がっちゃったのかなっていうのは、それはまあ想像はね、たやすいんですけれども、集中豪雨で野菜の需給不安の可能性が大きくなった中、最近白菜の値の変動性が拡大して出荷者たちの懸念が増えている。特に一部の出荷者は、政府の一貫性のない需給政策が変動性を育てていると主張しており、議論が予想されると。はい。はい。で、ここの部分はね、さっきのね、あのいきなり上がったり下がったり上がったり下がったりって、まあ2日なんか上がったり、ここでも1000円になってるんですけども、まあこうやってね、上がったり下がったり上がったり下がったりしてるというところはね、書いてあるんですけども、で、このように白菜の、ね、変動性が高く現れる現象に対して専門家は2つの理由を挙げている。まずは雨のため。まあ雨によって出荷作業が中断されて、で、しかも、まあ、消費が不振ですよと。まあ、白菜なんでね。まあ、まあ、ね。まあ、鍋するお家も少ないでしょう。暑いですからね。まあ、鍋するのか、鍋に白菜使うのか、渓谷さん知りませんけれども。で、もう一個が問題なんですよ。これは自然災害だからしょうがないですよ。これはある意味ね。出荷者たちはこのような産地の条件だけではなく、政府の需給政策も変動性を高める要素だと指摘している。関連連、まあ韓国のあれですね、まあ農業団体かなんかみたいなんですけど、によると、政府は6月中旬から AT、渓谷農水産食品流通公社を通じて、白菜の備蓄物量を市場に着実に放出していると。で、問題にするのは、政府の放出水準が一定ではない。で、マニュアルによると7月の備蓄物量を市場に供給できる上昇協会、まああれですね、このラインを超えたらもう放出しましょうというラインは、15,36ウォンだったんですけども、しかし政府は白菜の値がそれよりもはるかに低い期間にも白菜を持続的に放出して価格を人為的に下げた。なんでなんでそういうことするの。基準がとりあえず決まってるんでしょうと、なんでマニュアルに沿ってちゃんとやらないんですかと、まあ、そこが一つの疑問としてありますね。で、でこの農業団体の事務総長は、価格急上昇期が4、5日続く場合、価格が強くなるシーンが持続すると判断して備蓄物量を放出して価格を下げる
うん、までは理解できると。まあ理解できるよ、それは。最近政府は価格動向を見守らず、1日給湯するとすぐ備蓄物量を増やすように対応しており、むしろ価格の変動性を高めると判断される。もう1日上がっただけでバーバーわめいて、すぐにあ出さなきゃ出さなきゃってなっちゃうよと慌てちゃうんだね。続いて、こうやってまあ価格の変動性が高まると産地の出荷計画にも混乱が生じる可能性がある。あ、そうだね。やっぱ安い時に出したくないもんね。そうだよね。高い時に出したいよね。政府が需給調節マニュアル基準を守ってこのような変動性を緩和しなきゃいけないと付け加えたと。これにまあだからこうまあそうだね。だからまあただ一方的なんで政府の話もちょっと聞いてみようじゃないかと。政府は備蓄物量の放出が価格に大きな影響を与える水準ではなく、集中豪雨による産地被害に対応するために物量を増やしたものだったと説明したと。いやいや、大きな影響を与えてるんですよ。うん、いや、わかるよ。ね。集中豪雨で産地被害に対応するためにね、一時的に少なくなるかと思って物量を増やしちゃったよと。でも、その増やしたのが、結局、慌て、あ、わー、やべえ、上がっちゃったよって、ここで政府が、じゃあ放出しようって決定するんです。この、放出し以外この日なんですよ。だから、スコーンって下がっちゃうんですね。すごいよ、だって。1000円違うんだよ1日で。はい、ということでね、このなんだろうな、踏んだり蹴ったり感っていうね、すごいですね。じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。